そのまま長いクラブ行ってみよう。そう、今出てるやつ何番なの？8番です。8番で行きましょう。はい、まあ、言っても、はい、ウェッジはそれぐらいの振り幅なことあるし、ああそうですね、比較的まあまあまあ、そうですね、その慣れるのにはいいかもしれんからやったけど、これが難しい。こっから2ステップで、うん、1ステップ目から、1ステップ目から、うん、ちょっと開いたら1ステップ難しいかもしれない。いきなり難しい。やろうか。いきなり難しい。ほんまに大事なのはここでこう流れへんこと。やってみて思うのが、うん、左足に乗るのが難しい、うん、なんで？右足に乗ってる。なんで？意外とこうやってさ、はいはい、こっち曲げたらもう無理じゃない？こうしか。なるほど。こんなん無理じゃない？だってそういうことやで、右にしか乗らんって。そう、こうしか。そういうこと。そうじゃないんか。こう。そうか。こうね。もうこうでも。なるほど。そう、この、うんうん、この壁のためにって考えなあかねんで、ただこう膝曲げてって言ってるんじゃないねんね、うんうん、これ。いや、意外と体重が難しかった。やってみたら。あ、もうでも確かに、でも私とかチーはもう散々ジョッシュにもギャリー先生にもこう左足こっち軸にって言われてるから。いや、私悪いけどしてるつもりやったけどしてなかったんやと思って今、はい、見てた？なるほど、見てた。なるほどね。あ、なるほどね。あ、いいよ、いいけど2ぐらいまでいったわ。2もいった？うん。うわ、まあどれぐらいやろ。私のがもしかしたら上がってんのかも。全然やりやすい。そう、全然やりやすい。あ、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ。全然やりやすい。やっぱり右足に乗ってた。なるほど、こうしてたのよ。ああ、内側に入れるっていうこと自体。なるほどね。あ、出ました。今手でやりました。失敗してるときは何かしてる？失敗してるときはそこのあのなんかもうほんまに面白いぐらいこうやって出んねん。あ、なるほど。でもこうやってこっちを軸にこうターンってしようと思ったら、こう遠くに行かへんから、 なんか遠くに行かへんイメージ、手が。はいはい、あ、近いイメージね。難しいからこんないろいろ言ってたら。いやいや、もうこっちに乗るがもう一番すごい、わかりやすい。うん、はい、じゃあ2行きましょう。はい、わかりました。これ明日こっちの足使い物ならないかな。うん、わかる、めっちゃわかる。それわかる。うん、うん、もうちょっとなんか今すぐ解放されたかのように。オッケー。むっちゃこれぐらい。もうちょっと上げていいよ。ハーフショットかちょっとこれぐらいね。平行より上がるぐらいでもいいよ。2は。もっとさ、こう、なんやろ、こっちがカチッてこう決まる感じがあんねんけど、使ってまうと、ああそう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 、そんな感じ。決まってませんでしたね、今ね。なるほど。なんか行ってまうよな、でも短いと気持ち悪いから。いや、あのターンと思うからこうしてるだけになっちゃうけど、ここが決まらないだからな。そこを止めてるから回っちゃうっていうのを私とか師範はターンって言ってるから。そうかそうか。これ何やろ、形だけ真似してターンしてるつもりやったらできひんってことね。回っちゃったらあかんねん。ああ、なるほど。
何言ってんねんやろって感じやな。いや、なんかすぐあと1回、あと1回ね、いいのができたらちょっとそれでお元に自分のいいタイミングで打ってみて、うん、もう1回できたらね、うん、おっ、いいんじゃないはい、そのまま、はい、ラストこのままね、一発、はいはい、いいの？せーの、オーウェイ、やった、結構飛んでるし、うん、いい感じやった、思ったより私、ね、あーそうなんですよ、でやっぱね、長いこう限界がないとダフるんですぐらい言おうかなと思ってたけど、いいショットやからこれで終わりますチーミーみたいな、ちゃんと忠実に守ったんですよ、うん、守ってた、守ってたけど守ってた結果、これで終われた、え、でもこれでいいよ、これでいい、え、すごい、もう一回やるわ、オッケー、あ、練習するわ、オッケー、なるほどね、おお、あ、でもいいよいいよ、はい、ダメでしたって言おうと思ったと思ういいんかい、え、分かりやすかった、いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お